コラールはもともとルター派教会にて全改修によって歌われるための賛美歌である。現代ではこれらの賛美歌の典型的な形式や類似した性格を持つ作品をも含めて呼ぶことが多い。コラールの旋律は多くの場合単純で歌うのが容易である。これはもともと専門の合唱団ではなく教会に集まった改修の人々が歌うものとして、 考えられていたからである。一般に韻を踏んだ詩を持ち、融雪形式で書かれている。歌詞のかくれんの中では、ほとんどのコラールがドイツのバール形式としても知られる AAB の旋律パターンをとっている。コラールの形式として最も多く、一般的なのはコラール旋律に対して複数の西部が同じリズムで火星付けを行うものであり、特に 四声コラールがその主流を占める。そこから各声部が異なるリズムを持つ形式や、コラール旋律に関係ない全く独自の声部が加わるものが生まれた。コラールはそもそも歌われるためのものであるが、器楽による演奏も多く行われ、教会で回収がコラールを歌うための導入として、作曲された短いコラール前奏曲という形式も生まれている。そして、 蒸気の流れの中でコラールそのものに対して、その細かい音形を生かした、もしくは全く新しい動きをする、気学セーブが加わるようになると、元のコラールより、はるかに長く、大規模な形式で演奏されるようになった。さらにコラールに対して火星付けを行っていた、歌われる声部も、コラール旋律に対して自由に動くようになり、複雑な形式へ発展したを代表とするいくつかの、 コラールを作曲している。また、カトリック教会で用いられていた、グレゴリオ聖歌にドイツ語の新しい歌詞を当てた転用も、いった。その代表的な例は、カトリック教会で復活祭に用いられるセクエンツィアの、一つ、ビクティマエ・パスカリラ・ウデスを転用したキリストは、死の縄目につながれた理である。他に新しく書かれたコラールもあり、ヨハン・クリューガーラは1六百曲以上の戦略を、 作曲した。初期のコラールはモノフォニーで書かれていたが、早くも1524年には、ヨハン・ワルターによって4世もしくは5世に編曲された、コラール集が出版されている。教会の改修はモノフォニーで旋律のみを歌い、聖歌隊はテノール西部にコラール旋律を置いて、他西部が対旋律を歌うことが普通だった。コラール旋律が、 ソプラの西部に移ったのは16世紀末頃とされる。また、初期のコラールが複雑なリズムを持っていたのに対して、17世紀、初頭の楽譜では、各音符が同じ長さに揃った形への変化が見られる。今日では、多くのルター派のコラールが、プロテスタントの教会で用いられる四世の賛美歌として親しまれている。 その火星付けは、しばしば、バッハのカンタータの最後に歌われるコラールから、取られている。バッハの作品のうち、バッハが新しくコラールの旋律を作曲することは、少なく、教会の改修がすでに馴染んでいるコラールを用いて、カンタータを作曲した。ヨハンゼ・バスティアン・バッハの四世コラール集が1765年から1787年に、かけて発行された。 コラール書式は音楽学校の履修過程では大砲の講座で複次的に触れられることが多い。パリ音楽院の大砲家は自由コラールが成績の最終評価になっていた。専門的にコラール書法を教える学校は少なくなったとみられてきたが、北が2014年度の東京芸術大学の作曲加入試から正式に導入された。日本で 唯一コラール書式を音大入試に使う。ありがとうございます。